はい、準備体操終わりました。じゃあ行ってきまーす。次に第一の鎖場出ました。はい。よいしょ。ヤマツツジ。綺麗。そして太陽はだんだんと昇ってきております。いやー、すごい新緑がめちゃくちゃ気持ちいいですね。緑してて、ああ春だなーって思います。結構見えるかな、アップダウンはあるんですけど、結構なだらかな感じでずっと続いてます。木陰は涼しい。あーでも早く上からの景色見たいな。こちら台風19号の影響により、ベンちゃん犬、よいしょ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 、なんか涼しそうだぞあそこ。おおすごい、きれいきれい。ベンチ、なんか書いてある、よいしょ、熊鷹の住む森です、だって。見たい、熊鷹。ちょっとお腹が白くなって、あー綺麗綺麗。いるんだ、あー綺麗。下は沢が流れてて、すごく音がいいですね、川の。そしてよいしょ、見えるかな、ところどころツツジが咲いてて綺麗です。うわー涼しそう。今日も20度ぐらい、20何度だっけな、最高気温。
結構暑くなるからな。よし、暑い暑い、はあ、誰だろう。よいしょ、お邪魔します。こちら綺麗。よし、ついてみた。リボンが向こうにあるから。はい、渡ってきます。綺麗水。よいしょ。うわ、これは気持ちいい。うわ、最高。うわ、めっちゃ高い。よし。ます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 テンション上がりますね。すごい綺麗綺麗、見えるか、綺麗。よし、じゃあまた上行きます。よし、太陽がだんだん眩しくなってきた。よしよしよし、危ないからね。よっよっ、はいはい、じゃあピンクリボンしっかり確認しながら行きます。わあ、太陽が眩しい。キラ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 してます。キラ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 。よいしょ。多分この子は二輪草、もう一輪咲いたらわかるけど、多分二輪草だと思うんだよな。登山道の横に咲いてました。こちらこちら、お、わかりやすいピンクリボン。よし、また沢を渡ります。楽しい。あ、よし、あっちにわかるんだ、リボンがあるから。若干登ってます。すごい綺麗。やっぱりあの水の音聞きながら、沢の流れとか水見て歩いてると、それだけで気持ちいいですね。あと鳥のさえずりが聞こえます。泣いてる。昨日雨降ったからマイナスイオンたっぷりですね、これ。気持ちいい。おお、綺麗。よし、はい、上行きます。ハト、ちょっと違う、なんだろう。今 3.1 キロやっと歩いてきたんだ。よいしょ。でこっちが清滝小屋まであと 0.8 キロ。
水筒に移し替えます。さ、結構上の方まで登ってきましたね。清滝小屋あと40分、山頂まであと2時間40分で帰ってます。頑張るぞ。この小野葉族の森です。どこにいんだろう。ああいう太い木に穴掘っておうち作って生きてんのかな。よいしょ。この葉族見たいな。よいしょ。水井戸。あ、あんなところに。こんにちは。違うか。大きな岩の上、小屋が見えてきた。よし、小屋。お、綺麗。シャクナゲかな。あっちにも。で、山頂はそこから。で、トイレがこっち。あ、綺麗。あ、いっぱい咲いてる。ここがキャンプするところか。ここをテント張っていいみたいですね。よいしょ。テーブルがある。景色良さそう。景色良さそう。結構登ってきた。よし。鈴ヶ坂。よいしょ。今下から登ってきて。山頂まであと 1.4 キロのところまで来ました。こっからは眺め良さそう。はあ、うわうわ綺麗。
よし、あと 1.4 キロ頑張ろう。うわ、いいなこれ、いい道だ。よいしょ、眺めよろしい。何の鳴き声だ。とりあえず鎖場登りきりました。めっちゃ怖かった。あとはまた少し登りになって、お、だいぶ上がってきました。よいしょ、じゃあまた行ってきます。なんで逆？両陣屋よいしょ、よいしょ、かや、うわ、また急な登り続くのかな。いや、こっちだ。なんか山頂が近づくにつれてガスってきました。雲が流れてる。これ嫌だな。山頂行ったら雲の中とか。いや、それはちょっときついぞ。うわ、景色見たいな。ガスっててもちょっと待てば晴れるかな。真っ白。多分もうすぐ山頂だと思うんですけど、なんかガスが出てきちゃって真っ白なんですよね。あたり一面見えない。真っ白だよ、真っ白だよ、真っ白。よいしょ、うい、真っ白だよ。8キロ。狛犬さんがこっちにもいた。こっちが本陣かな。無事にここまで来れました。ありがとうございます。すごいかわいいなんか笑ってるみたいな。あっちの狛犬笑ってるみたい、微笑んでるみたい。表情がかわいい。よし、さて行こう。また後でやりましょう。よし、よいしょ。ここまで無事に来れました。どうか景色を見させてください。お願いします。景色見たいよ。ふう、あ、ツツジ、キノコ生えてる。うわ、綺麗、かわいいピンク。うわ、綺麗綺麗。お、あっちが明るい。ピンク綺麗。
向こうも綺麗に咲いてる。うわ、綺麗。あ、お、お、あ、シジュウカラだ。あ、行っちゃった。なんか落ちてる。よいしょと。あ、もうちょっとかな。こっちは真っ白。あっちが若干晴れて景色がちょっと見えてるか。帰りには景色見たいな。どうかこれが最後の難関でありますように、お願い。夏、夏からだ。山頂は人が結構多くいたので、下降りてベンチがあったんで、そこでおにぎり食べました。
まあ、結構、天気良くなってきてます。気持ちいいです。いやー、ほんと、山頂、結構雲が多かったけど、眺め良かったです。また気をつけて降りたいと思います。狛犬さん、無事に来れました。ありがとうございます。また下まで気をつけて帰ります。笑ってるよね。笑ってる。かわいい。あっちは微笑んでる。微笑んでる。笑う口元が微笑んでる。かわいい。またねー。ありがとうございます。よし。いやー、さすがに下りは早いな。立ったか下ってきた。よいしょ。下りはさすがに一本使ってます、今。さっきより、さっき何も見えなかったもんな、こう。だいぶ下の方まで降りてきたんで、今ちょっとお菓子休憩してます。あー、なんか下ってくるときに、池にここ登ったんだっけって思うような、結構下りでしたね。疲れた。今疲れたんでお菓子休憩してます。すごい新緑がもうすごく綺麗。いや、久しぶりに山登りですね。この間筑波山登ったんですけど、あの行きだけ登って帰りはあのケーブルカーで降りてきちゃったんで、結構5、6時間もう6時間ぐらいしっかり歩いたんじゃないかなって思います。なんか降りてくるときに、なんかよく行き、登ってきたなっていうような、結構な下り坂でした。うん。うん。うわ。うん。すごい綺麗。また休憩したら、ゆっくり降りたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。すごいいいお湯でした。いやー、気持ちいい。やっぱ動いた後は温泉最高ですね。もう秩父のお湯最高。よいしょ。なんかあの半露天風呂と内湯があって、で内湯から半露天風呂、まあ女性女風呂の方は内湯から半露天風呂は外をこう回っていかないといけないですけど、一回こう拭いていかないといけないんだけど、いやー、いい。あのね、半露天風呂から新緑が見えて、で、川、そう、何川かわかんないけど、あの川もすごい見えて、めっちゃ良かったです。で、料金800円。で、時間が12時。昼の12時から17時って書いてありました。ぜひよかったら来てみてください。はい。ますますテンション上がる。